さんお疲れ様です。今日はですね、今午前中か昼ぐらいかな、湯屋温泉でしたっけ、愛知県の方の温泉に、頑張ってきますよ。で、今からね話そうと思ってるんですが、世界一の YouTuber というのはフォロワーの数が1億1000万人いるそうです。1億1000万人のフォロワーって。凄まじい人だと思いますが、まあ自分がたまに見てるねドバイの YouTuber も1100万人でね、すげえ多いなと思っていましたが、まあ1億1000万人かと、まあ、その人がなんと東京の世田谷に移住してきたみたいで、まあ、世界のねトップの YouTuber が日本に来ちゃったということで、まあ静岡じゃなくて東京なんですが、いやー気は確かかなと思いますね。まあ、当然すごい減って、今日もね帰ります。明日は本当に朝起きれるか分かりませんけどね、まあ、とりあえずやってみましょうか。ちょっとお願いしておきます。絶対です。皆さんお疲れ様です。こちらは杉本周一公園です。無所属で学生中ですが、今日も少し待ち込むぐらいきていますが、まあ、それでも例えばイギリスとかの先進国の物価と比べるとまだ半分以下とかで3分の1ぐらいの物価水準ですから、まあ、日本の文化も、ね、素晴らしいですし、まだまだ日本の人気があるということで、まあ、かなり、ね、インバウンド需要はまだ復活することが、ね、できるのかなと思います。ただ、まあ教育の改革もチャレンジしていきたいですし、まあ、優秀な人材を集めていられるような受け皿を作っていきたいかなと思いますね。まあ、特に起業家支援とか、もっと力を入れて、まあ、新しい産業が我々の町で、ね、作ってもらえるように頑張っていきたいかなと思います。一応高校の家庭科で金融の、ね、教育を始めていますので、起業をするような若者を生活の厳しい国に、ね、なってしまうと思います。まあ、給料はほとんど増えていませんし、まあ、税金だけはどんどん増えていますから、本当に経済の問題に関しては非常に大きいかなと思います。まあ、イノベーションを地方都市にしていかないと、もともと教育の、ね、仕事をしていたので、今後の未来に投資をするということで、来年の仕事に向けて頑張っています。とにかく2019年に学生しているので、本当に政治家の経験としてはまだありませんが、だからその実経験をもとにした街頭演説がね、なかなかできないんですね。前例にとられないような地方政治を作っていきたいと思いますし、イノベーションを起こして、地元のこう平均賃金が上がっていけるような、まあ、そういった受け皿を作っていきたいかなと思います。ただこれから練っていく必要があるのかなと思います。まあ、無所属で、落選中なので、なかなか厳しいとは思いますが、まあ、来年の4月に向けて、また準備の方をしていこうかなと思っております。よろしくお願いします。13分ぐらい、でもね、何を言いたいのか本当に
自分自身もねまだ分かっていないので、本当に何言ってるか一から頑張っていこうかなと思います、ということで、まあ、1週間お疲れ様でした。また来週からね頑張っていきます。オールガイズ、サンキューフォーウォッチング、ステイチューン、シーユートモロー、やら、ヨーロ、バイ。